一ついいこと言うと、最近ね、暇だったから北斗の拳とかアニメ見てたんだけどなんかね、一つこの日本も放射能まみれで今結構大変なんですけど、ちょっといいこと言うと、北斗の拳ってさ、あれ戦争後の世界だから、放射能もバリバリある世界なんだよね、きっとね。で、なんかそんな世界でも、ケンシロウとか戦ってるよねとか思うと、バットとかリンとかけなげにやってるよねとか思うと、あ、日本も今結構放射能まみれで大変だけど、でも俺たちもケンシロウみたいに戦おうって思うのよ。あんなかっちゃうと嫌だよまあなので俺たちも明日からこう髪をモヒカンにして、ヒャッハー、食料頑張っていくぜってやりましょう次はそんな曲で、アイアンハンマGo!
もありがとう。綾浜でした。